百年戦争の初期にフランドル都市連合の指導者となった。賢人、ヘントの醸造者などと呼ばれる。ヘントの商人の家に生まれ、毛織物で財を成した後、醸造業を営んだ。百年戦争に向かうイングランド王とフランス王の対立は、イングランドの羊毛に頼るフランドルの経済に大きな打撃を与えた。フランドル諸都市は、経済的なつながりから、 親イングランドであったが、フランス王の力で、フランドル博となった、ルイ1世は親フランス政策をとっていた。1337年に、アルテフェルでは、ヘントのほか、ブル、エ、イーペルを中心としたフランドル都市連合の成立を呼びかけて、連合の指導者となり、フランドル博を追放して、当初は、英英物に対する中立政策をとった。しかし、フランス王フィリップ6世は、 フランドル博の復帰を要求したため、1340年にフランドル都市連合は、イングランド王エドワード3世をフランス王として認め、同盟関係を結んだ。アルテフェルでは、反独裁体制を確立し、1345年までフランドルを繁栄に導いたが、エドワード3世の息子の一人をフランドル博に擁立しようとしているという噂が流れ、 1345年7月24日に民衆暴動により殺害された。息子のフィリップが後にフランドルの指導者となっている。ありがとうございます。